皆さんこんにちは。こんにちは。最強レイラが離脱しちゃったところからですね。リバイアさんは後で入れないからな。アイテムは全部回収しておけよ。兄貴、ハチマキとかタスキとかゴミですよ。アホか、この後の戦闘ですぐに使えるぞ。ここで拾える3点セットで、力が30上がりますね。誰だお前は。お前らも、アルテマの本を取りに来たのか。手強いモンスターがいるぞ、手伝ってやろう。さて、リチャードさんが仲間に加わったからな。兄貴、また育成し直しです。アホか、FF2 は、育成の効率化を追求するゲームだ。兄貴、リチャードを育成しても、PS 版は追加シナリオがありません。さて、ここで拾った装備で、リチャードでもワンパンできるからな。マジですか？リチャードはチンチクリンですよ。見ろ、カンストダメージが出せる。最低要件は満たしてるぞ。嘘くさいですね。それ、リチャードのカンストダメージで、ラウンドボムをひねりつぶしてやろう。武器は第一の剣ですね、兄貴。剣の熟練度がすでに8だから、ヘイスト16と逆手持ちで、40ヒット出ちゃうからな。バーサスとヘイストが、最強魔法ですね。他の魔法を確認する必要ありますか？兄貴。育成しないでも、カンストしちゃったな。これは、もう育成する意味ありませんよ。アホか、我々から育成を除いたら、何も残らんぞ。さて、フィンの町のキャプテンが、どっか行っちゃったからな。闘技場マラソンでもしてみるか。闘技場の小部屋は、効率良さそうですね、兄貴。2歩くらいでインカウントするからな。ここの雑魚で、最初の育成をしてみるか。兄貴、平均モンスターランクが、4です。まあ、やってみないとわからんからな。では、リチャードを育成しておけよ。いやいや、ランク4のモンスターは、ゴミですよ。兄貴、もういねえか。3時間くらいやったけど、全く意味なかったな。さて、無駄なことはさっさと切り上げて、安定のアルテアリセットで、ステータスを上げてしまおう。まずは、1戦目は、この行動で精神が上がるはずだ。2戦目は、この行動で、精神と素早さが上がるはずだ。最強レイラの育成時に研究していた、行動パターンがそのまま使えるぞ。さて、3戦目は、チェンジで HP とかも上げていく。チェンジは、レベル4じゃないと当てはまらない。さて、次で、1セットの最後だ。作業工数は、セーブリセット込みで、1回3分半。30回の約2時間で、精神がカンストだ。次は、工程を確定ゴーストリセットへ移行する。リセット後のミシビアスタで、メニューを2回開いて、ポーションを1回使用する。縦防御で放置しつつ、時間が来たら倒すだけだ。ここで、回避と魔法防御と、素手と盾がカンストする。クラウダを食らうから、HP も上がるな。さて、PS 版の武器の熟練度上げは、確定ベヒーモスリセットで、FA だったな。結局、逆転とかいらんかったわ。二刀流ができる武器は、1レベル4分。約3時間の作業で、弓以外がカンストする。弓は、二刀流ができないから、倍の時間が必要だ。約4時間の作業で、武器のレベル上げが完了する。さて、HP が上がりきってないので、確定ゴムリセットで、姿勢以外を仕上げよう。今回は、25回で済んだぞ。さて、最後に残った規制上げは、フォーネットループで一気に上げる。約1時間半、同じ作業を繰り返す。マシーンになるんだ。どうだ、終わったか？兄貴、我々の総力を結集しても、リチャードの育成には、18時間必要でした。すまんな。闘技場の作業がいらんかったな。兄貴、ランダム戦闘とかしていると、時間がいくらあっても足りませんよ。ランク4の敵と戦ってちゃダメだわな。さて、ミシディアの塔に行っちゃうと、フィールドのモンスターが刷新されちゃうからな。そこを片付けておくぜ。兄貴、取り返しのつかない要素ですね。普通にプレイしていれば、全部戦っていると思うけどな。レアモンスターじゃないですからね、兄貴。ここまでの、フィールドにいた他の5個は、以降は、ダンジョン内でしか出現しないからな。兄貴、バッチリです。よし、ミシディアの塔を進めていくぞ。兄貴、お宝がいっぱいありますよ。アホか、PS 版までは、アイテムを拾っても、どうせ全部捨てることになるぞ。お宝は、全部ドロップで出ますね。ここでしか取れないものはないからな。全部スルーしていくぞ。兄貴、魔導士の試練です。ここからは、FF2 の魔法を調べていくぞ。まずは、ファイアギガースからだな。兄貴、ブリザド16のパワーを見せてください。4大魔法の、本威力は10だからな。兄貴、理論最大値を出せますか？アホか、クリティカルが、16回全部出るわけないからな。兄貴、約3250ダメージの平均値しか、出ませんでしたね。魔法威力は、GBA 版が上だからな。それ以外の機種は、全部ゴミだ。GBA 版は、基本威力 ×0.5 倍ですからね。PS 版までの 0.25 倍だと、追加シナリオで威力不足だからな。GBA 版以降は、威力倍率が上げられているな。よし、次はアイスギガースだな。兄貴、ファイア16のパワーを見せてください。弱点特性をつけば、2倍の威力だ。しかも、覚醒で16回命中しますね。兄貴、約3250ダメージの平均値です。アホか、GBA 版と PSP 版以外はだな。兄貴、魔法クリティカルを16回出してください。残念だったな、魔法クリティカルが、16回連続で出る乱数はないぞ。インチキしないと、無理ですね。そういうことだ。乱数は256しかないからな。さて、試練最後の、サンダーギガースだな。兄貴、弱点属性のクラウダですね。魔法の威力を上げる方法は、他にありませんか？まあ、見た通りだな。防御力を下げる呪いのカーブも、特攻のオーラも全く効果なしだ。物理攻撃しか効果が乗りませんね。兄貴、約3250ダメージの平均値です。魔法クリティカルも、2回くらいしか出てないからな。兄貴、4大魔法は必要でしたか？まあ、4大魔法を16まで上げるのは、自己満足だな。仮に、全部魔法クリティカルが出て、さらに2倍のダメージが出ても、カンストしないですからね。PS 版までの魔法は、追求しても無駄だな。兄貴、ミンウのカメハメハが出ますよ。さあ、下がっていろ。ミンウ、しっかり。私は力を使いすぎた。休息が必要だ。兄貴、我々の最強ミンウが。FF2 は、皆殺しだ。さあ、アルテマの本ですよ、兄貴。そなたに、封印された魔法を授ける。兄貴、先にクリスタルに触れるの忘れてますよ。アホか、我々のステータスは、すでにカンストだ。触っても逆襲にはならんぞ。さて、ミシディアの塔をクリアしたので、フィールドのモンスターが刷新されたからな。とりあえず、ミシディア周辺で、猫の爪を出しておくぞ。マンキスキングのドロップですね。リセットして手順通りにやれば、33番のマンチスキングから、確定で取れるからな。嘘くさいですね、兄貴。出ちゃいましたね、兄貴。散々リセットして試したからな。兄貴、ここまでリチャードが活躍してません。残念だったな、リチャードはもう戦闘しないぞ。兄貴、それだと、リチャードを育成した意味が。今回は、魔法を調べる話だからな。兄貴、18時間の育成は何だったんだ。さて、お待ちかねのポールのうちのお宝だ。とっておきのお宝は、ベッドの横の壁な。うろう、黒装束だ。金の髪飾りもあるじゃないですか。アホか、お目当ては、ブラッドソードだけだぞ。ついにブラッドソードが、2本揃っちゃいましたね。ブラッドソードが2本揃うのは、PS 版までだ。まあ、GBA 版は、政宗に投入ができるからな。今まで取れてたものが、取れないとなると、損した気分になっちゃいますね、兄貴。飛竜の卵から生まれた飛竜だ。ついに飛竜という騎士が揃ったぞ。よし、竜巻を攻略していくぞ。まずは、リッパーナイフの量産から始めていくぞ。兄貴、竜巻内のお宝で拾えますよ。アホか、ここで強とすから、全員分集めておかないと、後で入手できなくなるぞ。兄貴、上の階の方が、出現回数が多いです。アホ抜かせ、我々がランダム戦闘なんぞ、するわけがないだろう。確定で入手するぞ。マジか、出ちゃいましたね。では、一人一本ずつ出したから、先に進むとしよう。竜巻は、後で入れないからな。必要なお宝は、全部取っておけよ。リッパーナイフとポイズンアクスと、ディフェンダーが、ここでしか取れないですね、兄貴。リッパーナイフ以外はゴミだが、一応、回収しておく。よし、ここのジェネラルで、魔法威力の確認をしよう。兄貴、ジェネラルに弱点ありませんよ。今回は、無属性のホーリーとフレアだな。ホーリーは威力15で、フレアは威力20ですね。計算式の通りだな。兄貴、1800とか2000ダメージだと、この先パワー不足です。威力倍率 0.25 倍の PS 倍だと、どっちもパワー不足だな。兄貴、これ使い道ありますか？ホーリーとフレアは、レベル16にして、陳列しておくだけの、自己満足用だな。どっちも無属性で、エフェクトが違うだけなんで、確実にホーリーがいりませんね。次はグリーンドラゴンだから、サンダーの出番だな。弱点属性で、威力2倍ですね、兄貴。ついでにさっきジェネラルで出た、ルーンアックスの素の威力も置いておくか。兄貴、ルーンアックスが弱すぎます。敵が硬すぎるから、バーサスとヘイストを使わないと、この先パワー不足だな。弱点属性の4大魔法だけは、この先使えそうですね。よし、皇帝陛下には謁見しないで、ここで撤退するぞ。さて、我々にはすでに不要な魔法が見えてきたからな。ここで、魔法を更新する。すでに必要のない、チェンジを削除ですね。おっと、ここで最強のアルテマですか、兄貴。新しく手に入ったアルテマと、ドレインとミニマムの威力を確認する。兄貴、魔法の育成が面倒くさいです。弱点がもういないですよ。どうすんですか？アホか、逆転なんぞ、もうやってられるか。フィールドモンスターが刷新された後は、ランク7の皇帝の呪い以外ありえんぞ。我々は、カシュオン城周辺で、23番の皇帝の呪いを使っていく。兄貴、AB キャンセルはきついです。うむ、AB キャンセルで、1魔法仕上げるには、約2時間必要だ。兄貴、数を数えながら丸と×を押すだけを、2時間こなすのは、アホになります。アホ抜かせ、AB キャンセルは、我々には辛い作業でも、ネット上では、簡単な作業認定されているからな。兄貴、2時間やると、お腹いっぱいです。さて、アルテマも仕上がったからな。皇帝陛下に謁見するぞ。兄貴、アルテマは全熟練度を最大にしないと、最大パワーが発揮されませんよ。うむ、アルテマは、ファミコン版では、計算式がバグっていて、ダメージがカスだったが、ワンダースワン版以降は、修正されているからな。兄貴、PS 版は？おっと、護衛の親衛隊がいたか。ここは、最強魔法の一角の、テレポを使っていく。レベル16で魔法干渉なしなら、即殺確定ですね。うむ、テレポは必須魔法だからな。おっと、親衛隊は2連戦だったな。ここは、PS 版の必須魔法の東道を使っていく。レベル16で魔法干渉なしなら、即殺確定ですね。これは、4大魔法もいりませんね。うむ、ただゴーレムには、効かないからな。それでは、皇帝陛下に謁見しよう。ついでに、新魔法のミニマムとドレインも見ていく。兄貴、ミニマムの全体化で、ゴーレム以外は格殺です。おっと、ドレインは威力従属だからカスだったな。ずっとゴーレムは、炎でよく燃えますね。ミニマムは、魔法エフェクト時間が、テレポと東道より短いからな。いよいよアルテマですね、兄貴。うむ、アルテマが使い物になるかだな。兄貴、計算式がすでに見えてます。おっと、見るまでもなかったか。PS 版のアルテマは、平均4250ですね。うむ、魔法クリティカルが出れば、約8500のダメージだな。兄貴、他の機種のように、限界突破しないじゃないですか。まあ、あれだ。PS 版とピクセルリマスターは、頑張っても限界突破しないから諦めろ。これじゃ、ラスボスをワンパンできません、兄貴。さて、パーティーが始まってしまったな。兄貴、ガイとレイラがはぶられてます。大変です。ダークガイともレオンハルトが皇帝に。なんてことでしょう。レオンハルト？一体何者だ？あなたたちの仲間だったのね。さて、いよいよ最後の仲間のところに向かうぞ。いよいよ、飛空船をゲットですね。パルムで竜巻に巻き込まれた。体が言うことを聞かないぜ。飛空船は無傷だ。お前たちに貸してやる。シド、しっかりしろ。兄貴、また主要キャラがお亡くなりに。空戦まで遠いからな。テレポで向かうぞ。兄貴、FF2 までは、名称が飛空戦ですね。うむ、PS 版は、バツボタンを押すことで、倍速移動モードに切り替え可能だ。さて、パラメキア城は、ボス戦がないからな。パラメキア城は、テレポで脱出できないですね。うむ、まずは小部屋でアイテム集めだ。ジェネラルからルーンアクスですね。うむ、パラメキア城までしか入手できないからな。次は、オープニングでやられた黒騎士ですね。うむ、すでに黒騎士は雑魚だからな。余市の弓を全員分回収だ。兄貴、サンブレードは？うむ、サンブレードはゴミだからな。拾える分だけで十分だ。クリア後は、入ることができないので、お宝は回収していきましょう。取り返しのつかない要素だな。あとのは、全部ゴミだけどな。兄貴、サンダースピアを取りに行きましょう。ラス弾で量産可能だけどな。ここで、アルテマの理論最大ダメージを見ておくか。兄貴、理論最大ダメージとか出るんですか？アルテマの魔法クリティカルは、1回だ。リセットで粘れば、出すことが可能だぞ。PS 版の理論値の、8487が出ちゃいましたね。まあ、PS 版は魔法クリティカルが出ても、ダメージが限界突破しないからな。アルテマは、もうこれ以上追求しても無駄だ。魔法で限界突破するのは、ありませんでしたね。PS 版は、即殺魔法が最強で FA だな。テレポと凍土だけで十分ですね、兄貴。アホか、即殺魔法の最強は、ミニマムで FA だ。なんといっても、ミニマムは、最速の3秒だからな。では、ラミアクイーンを、ミニマムで片付けるか。ミニマムは、発動時間が3秒なので、リセットがはかどりますね、兄貴。効率化を求めると、ミニマムに行き着くな。守りの指輪も出ちゃいましたね。これで、魔法は仕上がっちゃってますか？兄貴。いや、まだアスピルを確認してないからな。エリクシャー持ってれば、いいのでは？アホか、ラストダンジョンは長いからな。時間潰し用に、アスピルは必須だ。最終的な魔法はどうなりますか？兄貴。レオンハルトの育成時に、最終調整しよう。俺に勝てるつもりか。やめて兄さん、なぜ戦わないとならないの？俺は皇帝になったのだ。さあ、マリア、そこをどけ。久しぶりだな。私は地獄で究極のパワーを手に入れたぞ。おっと、今回はここまでだな。兄貴、我々の育成した最強リチャードが、何もしないまま、死んじゃいます。あの育成は何だったんだ？リチャードとか育成するのは、暇人のやることだ。最後まで見れた方は、チャンネル登録やポチッと直していただけると、最終回を投稿できるかもしれません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。